よいしょ戻ってきましたはい。ということで、こんにちは、ヨータです。タイトルにもある通り、そしてここに変わった様子のパソコンがある通りですね。僕の大好きな、あの、黄色い iMac がですね、壊れてしまいました。そして今、修理から帰ってきたところです。ということで、この動画はですね、この僕の iMac、まあ、修理に何でなったのか、えー、僕の経験談を踏まえて、 修理とか解決策のお話を前半して後半はアップルが出しているアップルケアプラスね保険があるんですけどそれのお話もしつつまだね修理戻ってきてから起動してないので起動するかっていうところをちゃんとやっていこうかなと思いますでこの動画今見てる方 YouTube の検索とかで壊れた故障とかで、ね。 とても焦ってる方もいらっしゃると思うんですが、あの、僕の経験談とか、あと試したこととかもきっちりお伝えしていきますので、まあ、本当に治るかどうかはね、わかんないし、僕みたいに修理になっちゃうかもしれないですけども、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいです。まず僕の経験談なんですけど、僕は今からね、1ヶ月くらい前にちょうどね、iMac 使ってたんですけど、1ヶ月くらいサブマシンで、メインマシンはここにある MacBook Pro 使ってるので、あの、起動しなかった、こう、使いたいなと思って起動したところですね、もう全くつかなくて、最初はね、嘘だろ。 と思って、電源何度も入れたりとか、あの、コードを差し替えたりしながらいろいろ試したんですけど、もうどうもね動かない。どうも様子がおかしいってなってですね、え、Apple に電話しました。で、Apple に電話する前に試したことが、まずね、あの Apple の公式サイトいろいろ調べたところ、Mac の電源が入らない場合っていう、こういうね、サポートページがあるんですけど、ここにね、なんか10秒ほど電源を押してみてくださいとか、いろんな方法があったりするので、 まあそういうのを一通り試してみたりとか、あとですね、電源のアダプターが壊れてるのかなとか思って、いやまさか本体が壊れるようなこう使い方もしてないし、なんか身に覚えなかったんですよ、何も。なので、違うところのコンセント挿して <laughs>、もうボタン押しまくってとかやってみたんですけど、もうどうもね、もう無理そうだってなったので,で、電話したところ、Apple Configurator っていうアプリがあって、なんかそれを使って、 あの、M1Mac をね、あの、2台以上ある人は、あの、リカバリーできるかもしれないみたいな方法が、あの、あるんですけど、それを教えてくださって、僕ちょうど m 1 m a x の14インチがあったので、それでね、できないかっていうのをちょっと試してみました。ただ、これはですね、あの、電源がもう全く入らない状態では、もうなんか、ダメらしくて、電源がこう入るけど、なんか OS がおかしくて、うまく起動しないのところだと、なんかうまく復活できるみたいで、まあ僕のケースだと、もう、その以前から、 こう、もう立ち上がってない感じだったので、えー、これはね、ダメでした。で、えー、まあ、この電話の流れで、 まあ、修理ですっていうことを言われてですね。で、まあ、その流れで、えー、アップル67,100円税込みっていうのが修理価格になりますっていうことだったので、修理するしか選択肢が僕には残されていなかったので、まあ、修理の手続きを進めていくことになりました。で、ここから僕はですね、1週間くらいちょっと6 7 0 0 0円本当に払うかどうかっていうのはすごい悩みました。あの、もう修理以外選択肢は残、残されていないんですけど、まさかね、壊れるわけないだろう。 壊れるようなことをした覚えもないし、もうずっと1ヶ月くらい起動せずに、の棚の上に置いといただけなので、何なんだろうと思って、毎朝いろんな電源に挿して、ボタンを押してっていうのを繰り返したんですけど、まあね、まあ最初から分かってたんですけど、うまくつくこともなくですね。で、1週間くらいした時に、もう1回アップに電話をかけて、え6万7千円の、えー、修理代金払うので、修理進めてくださいということをお願いさてし,てして、で、えー、っと、預けるにあたる、こう、説明とか、 バックアップ、まあできないんですけど、僕の場合はう壊れていたので、とか、まあいろんな丁寧に説明をしていただきながら、えー、修理の預けることになりました。で、その次の日に宅急便の人が家の前までパソコン取りに来てくれて、で、その箱に預けて、もうそこからですね、次の日かな、アップルの工場、修理工場について、えー、そこの連絡とか、えー、つきました、とか、えー、お知らせが来たんですけど、そこでね、僕はもう一個、あの、問題があったんですよ。っていうのも、追加のお知らせメールっていう、ね。 こういうメールが来てですね。まあ内容を読むと、メールの文面から何かわかんなくて、なんかやばいことしたかなとかいろいろ思ったんですけど、次の日電話かけてみたらですね、電源アダプターもあなたが壊れてますっていうことを、あの、連絡いただいて、これ、あの今修理から持ってできた電源アダプターなんですけど、このね、電源アダプターも壊れてるし、iMac の中身としてはロジックボード、M1 の周りのボードが全て壊れてますという感じで、もうね、 ディスプレイとスピーカーとマイクカメラくらいしか、なんだ、壊れてない場所がないというか、かほとんど、えー、故障をしていて大事なところは。で、えー、まあ追加で、えー、このアダプターも直す必要があるっていうことだったので、いろいろ説明を受けながら、で、これはですね、あの、追加料金とかなく、あの、6万七千円の中で、あの、修理しますよっていうことだったので、えー、そのままで、えー、修理を進めてもらうことになりました。 で、修理が終わってから2日後くらいに、まずね、なんか電源だけ届いて、すごいでっかい箱だったんですけど、届いて、で、その1日後遅れくらいに iMac の本体も到着して、今になります。まあ、そんな感じが僕の一連の修理の流れだったんですけど、まあ、Apple で修理するとこういうね、Apple のクリアファイルがもらえて、その中にいろいろね、えー、書いてあるんですよね。この修理しましたっていう紙とか、あとバックアップについての こう、とか、OS のサインストールに関するピンクの紙とか、あと、普段ね、こう、長く製品を使うための、え、扱う、こう、紙とかなんですけど、まあね、え、内容を見ていくと、iMac の修理者とか、ロジックボードのところとかを修理して、まあ、クリーンストーリーしましたよ、みたいな話が、この白い紙に書いてあって、で、え、このね、青い紙ですね。青い紙読んでて、もうなんで壊れたのかなと思いながら見ていたところ、 製品の保管に関するご注意っていうのがあって、保管場所の注意で、製品は涼しい場所、マイナス25から45度の条件から保管してください。22度が保管に最適な温度ですっての書いてあって、使ってない時はもう良くないのか、まあ、よちょっとそこはね、曖昧なんですけど、もうなんか、夏の間に部屋が暑すぎて壊れたくらいしか本当に、僕の、これはね、悪魔の仮説の一つですけど、考えられなくて、あの、非常に、ね、驚きましたし。 まあなんで壊れてしまったんだろうってなんで、今でもわかんないんですけども、非常にショックなえ9月の終わり、10月の初めでした。で、こっからは6万7000って結構でかい額なので、なんか Apple Care Plus っていう Apple の Mac の保険があるんですけど、あれ入ってたら安くなるのかなと思ってちょっと色々調べてみました。Apple Care Plus for m a c っていうのが Apple 売っていて、 1>, 1年間のハードウェア保証っていうのはもともとね、あの、買えば絶対ついてくる。そして90日間の無料テクニカルサポートっていうのももともとついてくるんですけど、それを最大3年に延長できますよっていうのが、この Apple Care Plus for Mac です。Apple 製品、まあ Mac を購入してから30日以内であれば、この Apple Care Plus っていう保険にいつでも加入できるようになっています。で、まあ僕のはもう当然2022年の発売時に買ったので、 もうこのケアプラスに入ることできなかったんですけど、え、ケアプラスは Mac の機種によって値段が違っていて、今、こんな感じで横に表出てると思うんですけど、M1A から Mac Pro までいろいろあってですね、僕の場合、今回で言うと iMac っていうところの3年間っていうのを見てみると、27,800円税込みが今のね、Apple ケアの価格になっていて、これを入っておくと、もし壊れてしまった時、外部の損傷があった時は、12,900円を追加で払えば、え、修理できますよ。 で、それ以外の損傷の場合は、37,100円を払えば、えー、直せますよっていうようなサービスになってるんですけど、今回僕ので言うと、外部損傷はなかったので、多分その他の損傷ってやつ、えー、37,100円になるので、えー、もし、え、Apple っ iMac 買った時に、えー、当時だとレートとか、もしかしたら値段変わったりしてるかもしれないですけど、27,800円で加入しておいて、3年間にね。37,100円払うと、64,900円なんですよ。 で、今回僕がアップルに修理払ったのが67,100円なので、まあ、2,200円くらいに、ね、差額はあるんです。安くはなるんですけど、そんなにね、安くならないなっていうのが改めてちょっと計算してみて、えー、思いました。で結構アップルケアプラス入った方がいいですかっていうのを初めてマック買った方から質問いただくこともあるんですけど、今まであんまりこう調べてなかったし、興味もなかったし、入る気もなかったので、自分ごとができてなかったので、ちょっとお答えできなかったんですけど、改めて調べてみて、 まあ、差額はそんなものでしたっていう僕の前だと。っていうところで、そんなにね、安くないし、あの、もともとね、あの、壊れるかわかんないものに3万やっぱ払うのはどうなんだろうっていうのはすごい僕は思ってしまうので、結論僕的には、あの、今も、 修理してみてもそうなんですけど、入らなくていいんじゃないかなっていうのが思ってます。で、これあくまでも僕の意見で、なんでかっていうと、やっぱり加入していなくてア l e に電話かけて今回サポートしていただいたんですけど、それでもね、すごい丁寧に優しく、えサポートしてくださいました。電話かけてる方から、 こう、電話でできる限りの、まず直す方法はないかっていうのを調べてくれて、さっきの Apple ンフィギュレーターの話だったりとか、いろんな話をこう、1時間とか2時間とか、何日間にかけてこうサポートしていただいたりして、本当にえ助かりましたし、心強かったですね。で、僕は Apple K も入っていなかったんですけど、そこまでね、ちゃんと保証してくれますし、これまでもう10台くらい多分マック買ってきたんですけども、その中で壊れたの、今回は本当に初めてでした。あの、電源が入らなくなる、壊れ方をしたのは、 もう本当に初めてですね。OS がちょっとおかしくなっちゃって起動できなくなったっていうのは本当に結構前、2014年とか、え、くらいに一回くらいね、あったかなって感じなんですけど、でも本当にそんなものです。なので、まあそこまでね、頻繁に起きるものじゃないって考えると、僕的にはやっぱり入らなくていいんじゃないかなっていうのが、え、今回の修理を経て、より調べてみて思ったことでした。え、もしね、Mac とか新しく自分の買ったけど、 入るか不安だよって方はですね、ちょっと一つの意見として参考にしていただければなと思いますし、ただサービスとしてはとてもね、えー、人によっては魅力的かなと思います。こう電話のサポートだったりとか、もし壊れてしまった時にこう水をこぼしてしまったとか、そういう場合でも、えー、交換してくれたりとか、優先的なアップルストアでサポートが受けられたりとか、まあいろいろありますので、えー、もしね、えー、なんだ、検討している方はですね、ちゃんとページを見て、自分がこう、持ち取れそうだなっていうか、 自分の使い方的にこれ入ってた方がいいかなって思う方は入っておいてもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、バ、えーッとですね、僕の修理の経緯と、えー、Apple Care Plus に入るかどうかみたいな話を改めて調べてみた僕なりのこう感想をねあの、お話ししてきたんですけども、えー、最後に iMac 起動していこうと思います。えー、本当に久々ですね。では、ちょっとね、えー、この辺準備していきます。はい。じゃあ、まず先にこの電源たちを開けていきましょう。 これ多分新品だよね。もう多分新品だと思います。ビニールに入ってるし。あー、ちょっとどうしよう。あー、まずい。次はもう壊さないように丁寧に扱わないといけないね。気をつけます。でも本当にね、壊れるような何かをしてないんだよな。あー、取れない。あー、取れた。ごめんなさい。で、このビニールとかは、 時間かかりそうなので後ででりますでこれは電源のケーブルですねなんか汚れてるの多分これ僕が使ってたやつですねこっち側のお弁当箱イザネットとか入ってる方のやつが多分壊れてたのかなえー、本丸こっちが本体ですね開けましょうかとりあえずえー、なんかね新しくるかな買った時もついてたんですけど「ハロー」っていうシールがね貼られていますもうこれをなんだ 剥がしてくる剥がしていきますはいはい帰ってきました起動するか見ていきたいと思います,電源ボタンしますおお治ってます <laughs> そりゃそうだよね。治ってない困るんだけども、えー、ちゃんと電源ついてそうです。よかった <laughs> はい。ということで、改めて iMac の修理の話とかをいろいろしてきました、えー。まさか壊れてしまうなんて思ってなかったし、今メインマシンとしては、えー、ほぼね、えー、MacBook Pro でやってるので、iMac 使っていないんですけど、まあ、今回修理したということであの、ちゃんとね、プライベートは、 あのこっちの黄色い方で作業しようかなと思っててえ仕事のマシンで MacBookPro は開始から借りているものなのでえそれはねそっちで使おうかなとえ今思ってます iMac の僕の経験談そして修理いろいろね流れを説明してきました、えー、もし皆さん Mac 壊れてしまったりとか電源つかないよってやった場合にはですねこの動画を思い出していただいてえ参考にしていただくとかまたえーサポートか電話しますと結構丁寧に Apple の方サポートしてくださいますので 万が一あっては欲しくないけどそういうことが起きてしまったら、えー、電話にねあのサポートを求めることを、えー、おすすめします。えー、末永く釣っていこうかなと思いますということで少しでも参考になったり、えー、またですねヨウタよく頑張ったと思った方はですね高評価チャンネル登録ベルマークの方よろしくお願いいたします。ということでおわりしたヨウタでした。バイバーイ